験所での看護実習を通して精神保健や感染症の分野に興味を持ちました。さまざまな悩みを抱えた住民さんに寄り添う保健師の姿が印象的でした。難病の方への支援や交流会、医療相談会の開催、性感染症等の血液検査、性感染症に関する相談業務やキャンペーン、結核患者さんへの支援、その他感染症発生時の現地調査など、西部管内の感染症に関する業務を担当しています。保健師業務の幅の広さに驚きました。保健師はさまざまな対象者への個別支援を担当していますし、担当内外のイベントや研修会、また医療福祉や危機管理に関するさまざまな訓練に参加しています。業務を通して各関係機関との関わりも広がります。住民の方や医療福祉関係機関との関わりの中で学ぶことが多く、やりがいを感じます。一人で解決できないことも、職種と連携することで対象者への支援方法を見出せることがあります。また感染症や危機管理について常に新しい知識が入ってくるため、新鮮な気持ちで業務ができますし、日々勉強しています。鳥取県には保健師臨床教育ガイドラインがあり、階層別の研修会に参加したり、上司との面談を通して自身の目標到達状況を確認することができます。担当部署によって業務内容は様々ですけれども、各関係機関と連携しながら広域的な業務ができることは県の保健師の魅力の一つです。ぜひ皆さんと一緒に働けるときは楽しみにしています。